ボクシングリーズチャンネルです。今回はですね、小倉の酒場で沖縄と青森の鉛と響きということでですね、あの鉛について、ちょっと話してみたいと思います。ちょっと思い出したものがありましてですね、あの鉛なんですけども、東京に出ましてですね、私ももう、18の時出たので、もう、そうですね、もうすぐ、40年近くなんですか、もうすぐ、ということなんですけども、こういうような、ふるさとの鉛懐かしい、停車場の人混みの中に、そう聞きにくい、行くという、石川啄木さんのですね、短歌がありますけれども、これに反転した形でですね、ふるさとの鉛なくせし友といて、もがコーヒーは書くまでにがしということなんですけど、まあ、ちょっと昔前、二昔前でしたらですね、長距離列車でしたので、東京に出まして、東北人がですね、だんだんと標準を喋るようになるんでしょうけれども、それで、自分のこう、ふるさとをなくしたような気持ちになって、例えば、上野駅とかですね、東京での玄関口、東北への玄関ということで、その停車場の方に、行ってですね、東北弁、同じふるさとの言葉を聞きに行くっていうようなこと、その上京したばっかりの時ってなんかよくわかりますね。はい。で、あと、こう一転してですね、ふるさとの鉛なくせし友といて、おかくコーヒーはかくまでにがしという寺山修司さんのですね、有名な短歌があるんですけども、なんか、こちらの方が、私の年代としては近いんでしょうかね。東京に出まして、なんかですね、最近すごく、というか、そうですね、30ぐらいになってから感じたことがですね、ローカルの標準化みたいなことですね。っていうのが、東京の方にいまして、ずっといましてですね、たまにその同協会ですね、青森県の自分のふるさとの同協会とかに出ますと、東京にも在住して、もう20年、30年、40年、50年、先輩方とかですね、一緒にいるわけですね。すると、その方たちって、例えば18とか、20とか、早い人だと、15とか16で上京するわけですけども、その時点での言葉がそのまま、残ってるわけですよね。ですんで、ふるさとの、鉛というものが、昭和、30年代でしたら、その時の鉛のままなわけですよ。で、僕の方は、1980年に出てきたので、その頃の鉛をそのまま持ってるんですね。ですんで、今こうやって標準語で喋ってますけれども、同じ同郷の人間と会うと、いや、何喋ってれみたいなね、ことで、ふるさとの鉛にそのまま戻っちゃうんですけども、なんですけどもね、たまにですね、その東京の同協会でですね、地元の青森の人が、東京に出てきてですね、お話しすると、なんかわかりませんけどもね、その地元にいる人の方が標準語を喋ってるんですね、普通に。で、これが不思議でですね、なんとかじゃーんとかね、なんか横浜なまりっていうんですかね、なんとかじゃないのとかね、こっちはなんだかで喋ったらへえみたいな感じで言ってるんですけども、おそらくですけども、我々は、上京してきた人間は、出てきたばっかりのところでですね、その言葉の記憶が止まってるわけですよね。ですけれども、地元にいる方っていうのはメディアとかそういったもので、どんどんこうそこで使われる言語が変わっていくわけですね。ですので、逆に言うと地元にいる方が、メディアに影響された言語を使う。ですので、同じふるさとの言語を話しているときに、地元の人の方が標準語を喋っているという不思議な現象が起きるわけですね。これはなんか東京にいる在京の方はよくわかるんじゃないでしょうか。これはどこの地方、世界中きっとそういうことが起きているんでしょうね。そういうような、こう、
こうなんていうか差というかですね、差異、ズレみたいなものがですね出てきて、まあ面白みもありますけども寂しさもなんかあるような、そんなことがですね、ふるさとの訛りなくし友といてね、一緒に飲むもがコーヒーはかくまで逃がしということで一緒にいるんだけども、向こうの方はね、なんか君ってさ、なんかさ、僕はさとかなんかね言ってんだけど、俺だばーそったらことをしゃべんねんだけどみたいなね、ってことのそういう言葉のズレっていうのがこうなんか寂しいなっていうような感じのことではないかなと思います。まあそれにですね、連想連動いたしまして、ちょっと今日ですね、思い出したものがありましたので、小倉の酒場でですね、沖縄の紳士を泣かせた青森の訛りっていうのがあったんですよ。はい、それがですね、九州は小倉っていうところの話でですね、まあもう30代前半の頃ですんで、10年、20年、25年ぐらい前なんですかね、そういうくらい前の話なんですけども、今でも鮮明に覚えてて、ずっと覚えてるまあ、いきさつがあるので、それをちょっとご紹介いたしたいと思います。場所がですね、九州の小倉っていうところなんですけれども、30代だから25年ぐらい前、まあ広告の仕事をしている頃ですね、一度その九州ぐるっとこう取材で回った時がありましてですね、その時にまあ回ったのは福岡と佐世保、長崎、熊本、それから鹿児島、宮崎、大分、まあ全県回ったんですよね。この時にね、まあぐるっとこう回るようなことがあったんですけれども、その時に、200目か、まあ、1週間回ったんですけども、結構もうヘビーな、まあ仕事だったんですけども、小倉でですね、小倉の、で、小倉ここですね、北九州市ですね、ここだってね、ここらの駅のですね近くに、まあ、ちょっと宿を取ってですね、泊まった下りがあるんですよ、時があるんですよ。ちなみにですけども、ここらってこの北九州市なんですね。で、勝手に小倉市と思ってたんですけども、北九州市の、まあ、一部として、昔は小倉市っていうことだったらしいですね。現在の北九州市の、で、私がいたところは小倉の北区というところの、ね、繁華街に行った時のことなんですよ。はい。そこでですね、なんか、その頃の時に行ったですね、お店のですね、名刺がまだ残っていまして、食事処鷹の川でですね、まあちょっと名前は伏せと、名字は伏せておきますけども、和子さんというところのですね、お店に行ったんですね。で、小倉北区の魚町っていうんですかね、これ。魚町っていうんですか、ちょっと調べてなかったですね。で、中央会館というところにあった、まあ、小料理屋ですね。小料理屋に行った時のことなんですね。それがまあ、小倉の駅、ここは小倉の駅ですね。小倉の駅からちょっと歩いたところに、ここに、ここら辺に、ね、今ですね、大和ロイネットというホテルになってますけども、ここが、中央会館というですね、映画館があったビルだったらしいんですね。そこに行ったんですね、僕ね。で、おそらく泊まったのがですね、ここからちょっと歩いてって、ここに小倉城、お城があるんですけども、お城のとこあたりに確か宿を取って、で、場当たりで宿を取ってたので、本当はこちら側泊まりたかったんでしょうね、きっとね。で、ここから歩いてて、海に行ったんでしょうね、これがね。はい。で、今はですね、もうそこのですね、中央会館ってところはもうなくなってしまって、ですね、これがまあこのちょっと記事を探したらですねあったんですけど、元こういうような建物だったんですね。その中の一角にある小料理屋に僕は行ったんですね。はい。で、そこがこう鷹の川というお店だったんですね。
で、まあ、その頃ですね、出張が結構多くて、よく地方に、まあ、展示会とかですね、あと取材とか、特にですね、食品関係の仕事が多かったので、よくその、料理、家庭の料理とかのですね、取材とかに行ったりしてたんですけども、その時にいろいろな町に行くとですね、ちょっと自分のこう飲食の仕方のテクニックがありまして、先にですね、まず街を知りたいので、その街特有のですね、味わいとか人がいるようなところに行きたいんですね。行きたいんですけど、わからない。全然さっぱりわからないですね。今みたいにネットもないですから。ですんで、どうするかというと、まず繁華街に行って、キャッチのお兄さんにキャッチされるわけですよ。夕方ぐらいに行くとですね、一杯飲んでてとか、あるいはスナックこっちあるよとか、いい店あるよ、いい女の子いるよとかあるんですけども、そこのお兄さんに、ですね、わざと、特に九州とか行くとわざとですね、青森の方言で喋るんですよ。いや、俺青森から来たんだけども、さっぱりわかんないから、ちょっといい店、まずね、腹減ったから、お腹が空いたからですね、腹減ったから、ちょっとなんか梅店にいいですかって聞くんですよ。すると、青森の、その頃、今と違って青森の田舎者って感じがあるので、なおかつ九州も、まあ、地方ですんで、するとですね、キャッチのお兄さんが商売系なしで教えてくれるんですよ。で、俺がいつも行っている、なんとかっていうお店があるから、そこに行けば、美味しい料理あるよって、わかったってさ、そしたら帰りさ、寄ってったよって、俺がね、案内したとは、わかった、余裕あったら行くから、ありがとうねって言うんですよ。行って、それでその、お店に行ってですね、なんですかね、するとキャッチのお兄さんの紹介だって言うんですよ。なんとかさんっていう名前のお兄さん紹介できたんだけど、初めて青森から来たんだけども、って言うと、するとですね、とはやっぱり西の方とかですね、九州の方に行きますとですね、青森ってすごい異界なので、もう全然わからない地域なので、すごくこう優しくしてくれるんですね。それとこういろんなことをね、教えてくれたり、美味しい料理を出してくれるんですよ。でそれでそこで美味しい料理を食べた後に、次に近くにいいスナックないかなーってさ言うと、今度はキャッチのお兄さん、よりも安くていい店を紹介してくれたりですね、なんとかちゃんがいる店があるからねとか教えてくれたりするような、そういうようなことがあってですね、そういうお店に行ったりしました。で、ただこの時ね、小倉に行った時はもう出張で疲れていてですね、なおかつ確かね、この頃風邪をひいてたんですね。風邪をひいてたので、あんまりなんですか、今日はガンガン飲みに行くぞっていうとか、スナックまで行くぞっていうモードではなかったはずです。確かこの高野川っていう店だけで終わってるはずですね。疲れていたので。ですので、まあ、とりあえずここでじっくり、まあ、飲んでですね、まあ、なんですかね、ここからここら辺までね、そこそこおそらくは10分ぐらいは歩いたんですよね、10分は。ですんで、あんまり、長居はしないようにしようというような感じだったんじゃないかなと思いますけど、そういう感じで確か疲れているのを覚えています。で、そこでですね、カウンターだけの店で、こじんまりしちゃっていい店だったんですよね。それで、この高野川のね、お姉さんの和子さんがですね、優しくてですね、また、やっぱり、入った時に青森弁っていうかね、青森のイントネーションでね、いや、私ね、青森から来たんだけども、今東京で働いてるんだけどもね、でもいや、なんかここもいいとこだねって言うと、まあ、また優しく教えてくれるんですよ、いろいろと。すると、私がね、いろいろと教えてもらって、何を食べたかもう覚えてませんけれども、ともかく楽しくですね、食事をしていました。するとですね、カウンターの横の方、ちょっとで、ね、2、3席離れたところにですね、もう一人、沖縄出身の紳士の方がいたんじゃないか。スーツを着てですね、パリッとした方で。で、ちょっとまあ、初老の方でしたかね。そういう方がいてですね。ちょっと名前は思い出せないんですよ。思い出せないので、何の名前にしようかな。浅戸さんって名前にします。後々の話が出てきますんで。一応仮ネーム浅戸さん。浅戸さんとですね、いろいろとこう、話したわけですよ。話したんですけども、最初ね、なんかあんまり話を しなかったんですけども、やっぱり僕の方がね、その浅戸さんの方に、方言で喋ったんですよ。私ね、青森ぐらい来たんだけどもね、
いやー九州よくわかんねえんだけども、いやーど、なんだす、なんですかね、いやーでも美味しいものがあるし、魚もうまいしね、福岡ではあのさ、ね、あの魚がすごいうまいからいいねって言ってたんですよね。そしたら、だんだんその私の言ってることがよくわからなかったらしいんですね。すごいなまってるんで、で、きあの気持ちが楽なんですごいなまってました、確かこの時、で、なんでこうなまってていいのかというとね、でその浅田さんと話していて、なんか話してたのがだんだんとですね、標準語と、さっき言ったようなね、標準語とは何なのかっていうね、そのスタンダードとは何なのかで、っていうのがですね、先ほど言ったようにですね、上京して、航空関係の仕事にいたので、まあ、そこそこそのマスコミ関係の人もまあいるわけですよ。ですんで、ちょっとかっこつけた人が周り多かったんですね。なんですけども、僕の方は青森県出身だということ で何かというと青森県出身の坂田って言われたんですよ、本当に。で、するとこうなんか田舎者みたいな感じによく言われましてですね、それが結構腹立ってて冗談じゃねえんでね、なおかつ言うとなまってないねってよく言われたんですよ。なまってないねって、冗談じゃねえお前、俺はなまってるよって、で、なまったからってあんたわかんねえべって例えば言うとさっぱりわかんねえって言うんですよね。まあ、そういうことがあってですね、なんかね、標準語喋ってるんですよ、気に食わねえ俺はみたいな話をねいっぱいしてたんですよ。青森弁で、戸和田弁でですね、青森の戸和田弁で、俺肌まざしたってさ、ね、ここの仕事知らんけどもよ、何偉そうにカッコつけてばっかりいてさ、何やっぱりね、ふるさとの言葉はこれが一番最高なんだってね、なおかつ言えばね、沖縄は最高だって言ったんですよ。沖縄はすごい素晴らしい。で、私がね、沖縄のですね、格言っていうんですかね、言い伝えですね、よく言われる格言みたいなものを知ったんですよ。これがですね、ジンジラティヒキ、ティンジラジヒキっていうですね、言葉がありましてですね、これがですね、意地が出たら手を引け、手が出そうになったら意地を引けっていうね、いう沖縄の格言で、沖縄らしいですよね、本当にね。要するに争い事やめなさいと。で、意地が出てきたら手を引きなさい、ぐっとこうね、拳を握りなさいってことですよね。で、手が出そうになったら意地を引きなさいっていうね、あっちきしょう、殴ってやろうと思った時には意地を引きなさいっていうね、ね、っていうのが沖縄のまあよく言い伝えなんだって、教えなんだっていうのがねあったんですよ。それがですね、聞いたのがですね、実は二十歳の時に新宿で、アルバイト、居酒屋でアルバイトしてる時ですね、あたりですね、その頃に沖縄の同年代の人とね、よくいっぱい出会いがあったんですよ。で、それでですね、沖縄の人と会うとですね、すっごい思ったのが、沖縄人と津軽人の類似性なんですね。まあ、で、特に津軽人なんですよ。で、沖縄の方の彫り、顔の形とですね、津軽の人の顔形結構似てるんですよね。それで、まあ、お想像してみれば分かりますけど、沖縄の人の彫りの深い、顔した、顔と、それと津軽のそのねぶたのですね、絵がありますよね、絵が。すごい似てますよね、あれ。あれ、人類学的に言いますとね、黒潮に乗って、南の方から沖縄から、黒潮に乗ってですね、北の方に、津軽人が、まあ、沖縄と同じようなね、モンゴロイドがこう北に登っていったんだっていう、そういうようなですね、生態学的な、なんか説もありました。確かにおそらくそういうことあると思います。はい、というのであまりにも似すぎています。で、ほんと彫りが深くて眉毛が太くてですね、そういうような沖縄の人とですね、沖縄の人、津軽の人と沖縄の人に似てるっていうのがあってですね、でなおかつ沖縄の人がなまると出る、なまるとすごいなんかね、イントネーションが青森弁にちょっと近いんですよ、これが。で、で特にですね、鹿児島の人もそうでしたね。わいがなんやちえ、わが、まあ、なんだかなかって言うとですね、イントネーションはすごい、青森県の、イントネーション近いんです。津軽とも南部とも言えないんですけども、近いんですよ。ですね、すごい新規性が、あったんですね。言葉と訛りと響きがあったんですね。はい。で、それ何をし、どこでしたのかというと、二十歳の時の、新宿のですね、新宿で、アルバイト、居酒屋でアルバイトしてる時にね、夏休みだけ、沖縄から出張でアルバイト来た、自分で勝手に出張してきたんですよ。要するに、新宿、本土のですね、新宿、都会を知るためにですね、沖縄の、
沖縄出身の、で九州のどっかの大学行ってるあの同年代の人間がですね、新宿に来て、新宿の友達のところに泊まりに来て、それで居酒屋でアルバイト1ヶ月して行ったんですね。そんで彼からいっぱいいろんな沖縄の話を聞きました。でそれでその中でですね、あの、なんか最後に最後の夜に読んだ時に聞いたのが、イジンチラティヒキ、イジンチラジヒキですね。でこれをよく言うんだよってあの教えてくれたんですよ。で彼は最後の夜ですね、なんか一緒に飲み行こうってガンガン飲んでですね、それで全部、いやこれは俺が払うってね、払ってくれました。沖縄の人本当にね、いやもうなんかね、さして金も持ってないだろうけどもね、いやなんかすごいなんか切符がいいなというような非常にいい印象があったんですけどもね、まあ、それがあの夏休み主アルバイトの彼との教えでした。それであとそのバイトをですね、新宿のバイトをしている時あたりですね、あのそこのお店のですねマネージャーがですね、沖縄出身の方でですね、ですごく面倒見がいい方で、仕事が終わるとですね、あの新宿2丁目ですね、2丁目のまあ新宿2丁目というと、あのまあいわゆるですね、ゲイバーとか、まあ、多いというふうにあのよく言われてたんですけども、同時にですね、沖縄料理店ですね、沖縄料理店が多かったんです。でどちら、まあ、要するにですね、ちょっとこう一般のこうスタンダードな人間というよりはちょっと、部外者っていうんですかね、いうような感じの人が多かったっていうことはですね、沖縄 の方たちのこう、まあ、一つのこう、あ、一つのこうアジトみたいな感じでですよ、沖縄料理店がてんあの、ね、点在してたんですけども、するとこう青森の店はそういうのは別になかったんですね、その頃は。なんですけれども、なんかね、青森人だっていうとですね、沖縄の人となんかすごく仲良くなれたんですよ。っていうのがね、沖縄すっごい離れてるのと、沖縄の人は青森のことがさっぱり分かんないわけですよね。北かよーって、ね、みたいな、北にあるよーみたいな感じで、ですんで、分からない同士がこうなんかね、あの、イントネーションがなんか似ていて、言葉さっぱり分かんないんですけども、なんですけども、なんかね、それでこう話し合えるみたいなことがあったりとかですね、あと音楽ですね。津軽三味線と沖縄の、ね、まあ、三味線とかですね、三味線とかですね、なんか非常にこう、なんか似通ったような感じのものが、ね、ありました。ですので、沖縄で、その頃20代の前半の沖縄と、私、すごくね、沖縄と新宿、すごくこう符合している部分があってですね、非常にいい思い出がたくさんあります。もちろん、失敗したこともたくさんありますけども、それからですね、沖縄の、新宿のですね、バイトしてるときにですね、同じバイトをしてるときにですね、ボクシングの佐藤義光さん、ね、その頃、日本スーパーフェザー級の王者ですね、でして、で、その後ね、世界戦まで行きそうな感じのくらいの、とにかく超上り調子のですね、かっこいいハンサムな、ボクサーの弟がですね、弟さんが、一緒にバイトしました。で、それで、なんか、弟さんもね、なんかすっごくいいやつでですね、本当にいいやつだったね。で、それで、弟さんにね、で、その頃、お兄さんの浅戸義光さん、ね、違う名前でしたかね、リングネームがあったと思うんですけども、その浅戸さんがですね、まあ、かっこいいんでですね、よく夜テレビ出てたので、テレビでよくボクシングやってたので、その頃、浅戸選手が出ててですね、で、かっこいいなと思ってですね、なんか試合もかっこいいし、で、顔もかっこよかったんですよ、すごいね、シャープでですね、こんな感じでしたね。かっこよくてですね、その浅戸選手がですね、弟さんのこう、まあ、仲介でお店に一回遊びに来たんですよね。いや、あの時ですね、握手しましたけども、かっこよかったですね、本当に。すっげえ感激しましたね。そういうことがありました。そういうことがあって、やっぱ沖縄、新宿と沖縄すごいつながってんですね。あと不思議な新宿もたくさんありましたけども、まあ、ともかくその時にね、その時からずっと続いてるのがこう「天智蘭知識」「神智蘭知識」っていうですね、沖縄の人のを思い出すと、あのところの沖縄の、彼ね、アルバイトした彼で、ね、教えてもらった言葉、それからボクシングのボクサーとかですね、あとそれが沖縄料理店、沖縄料理店で三味線を弾いている沖縄民謡の先生とかですね、でそんなものいっぱい思い出す、すごいですね。だから20代前半の頃の沖縄って僕にとっては本当に刺激に満ちた面白い時期でありました。新宿も本当に面白くてですね、ロックやるやついて、フォークやるやついて、ダンスはあってですね、で、それで、とにかく演劇やるやつとかですね、ね、とにかく、あとボクサーがいて、あと沖縄ですね。
沖縄2丁目、でもとにかく刺激だらけでした。それでそれがジンジラ自引き、自引きら自引きということですね。そういったことをですね、すごいそういい思い出をですね、その時高野里のですね、高野里ので、まあそこにいたですね、沖縄の紳士の浅戸さんにですね、僕話したんですよ。でそれで、そしたらですね、すごい感激してくれてましてですね、なんかね、向こうも酔っ払っちゃって、もうね、なまっててよく分かんなかったんですよ。で僕の方もすごく酔っ払ってしまって、なまって、おそらくすごい完璧になまってるんでしょうね。お互い分かんなかったんじゃないですか、なまりすぎて。っていうので、こうとにかくなまってなまってなまりまくって、いやこれはね、俺がね、新宿下げた時に、いや大きな話だ、本当に人いい人ばっかりだって、いや新宿自引き、新宿自引きだべって、私のね、田舎の、そういうような言葉だったらね、ねえもの食うやつはつんけのずって言うんですよ。そうそう、言いたかったのがね、私がね、小さい時に一番最初に、母親から習ったその格言みたいなものっていうのはね、それは母親が小さい時に、自分のお母さん、私にとってのおばあさんから聞いた話ね。とにかく何かしらと、あれ食べたい、これ食べたいと言うと、こういうことを言われて、歌われたらしいです。ねえ、もうぬくいやざつんけのずってね。で、だから僕が母親にですね、なんか食べたいな、これ食べたいな、あれ食べたい、チョコレート食べたいなって言うとです、母親がね、だからね、ねえ、もうぬくいやざつんけのずって、俺喋られたんだよ、おばっちゃんにってね、言われてましてね。私、そう言われたんだよ、おばあさんにって言われたんですよ。ねえ、ものくやたつんけろず、ねえ、ものくやたつんけろずと、じんじらちひき、じんじらんじひき、ちょっと違いますけどもね、違うけど、なんか、わかりますね。なんか沖縄のこう、なんか気が短くなっちゃいけないよ、すぐ出るよ、すぐ出るんだけどダメよ、みたいな感じにね。こういうのと、その昔の東北ですね。昔の東北、やっぱりね、食うものなかったんでしょうね、きっとね、これ、冬とかね。だから、やったら食いたがると、あれで、ですんで、本当に我慢しなさい、みたいなね、ものがない世界だったんですよね。沖縄ってのはやっぱり魚も取れるし、なんかいろんな方向だったんじゃないでしょうか。まあ、勝手に言いますけども。というようなことがありまして、そういう話をですね、沖縄の、沖縄出身の紳士の浅戸さんに話をしていました。もうめちゃくちゃ盛り上がったのを覚えています。でその時ですね、まあこういうような言葉があって、それからこういうような言葉があるんだけども、僕はもう言い続けたんですよね。泥なんじゃねえよってさ、最近ね、もうテレビとかね、俺は広告の仕事してるけれどもね、何言ってんだよって、そんな俺は負けたまるかね。沖縄は沖縄素晴らしいとこだよ。何、標準語とかね、そんなこと言ってる暇があるかよ、みたいな。ってね。俺はね、あまりだけどね、沖縄好きだよって。沖縄素晴らしいよって。あと沖縄こんないい奴がいるんだもん。こんなこと、ね、素晴らしい奴がいて、俺のことを大事にしてくれたんだよって。俺好きだよ、大好きだよ。本当に、沖縄素晴らしいよ、冗談じゃねえって。日本の宝だ。で僕はざーっとね、おそらく酔っ払って言い続けたんですよね。酔っ払ってだから喋ってる内容、大体鉄だからさっき言ったようなボクシングの話、空手の話も言いましたね。空手をやってましたんでね、沖縄空手があって素晴らしい、音楽も素晴らしいし ね、それから沖縄の民謡の踊りもいい、で沖縄の人の思いは素晴らしいみたいな話をね、僕はしたんですよ。これ本気でした。本気だったんですよ。本気で、ただね、喋るっていううちに、まあ、だんだん時間も経ってきて、次の日も出発しなきゃいけないですので、そろそろもう、疲れてきたので帰らなきゃいけない、もう帰らなきゃいけないなって、いやそろそろ帰るよって、僕はね、高野川の和子ママにね、そろそろ帰るよって言ったんだよね。帰るよって言ったら、なんかね、そしたら、その紳士のですね、方がですね、動かなくなっちゃったんですよ。動かないんですよ。それでね、僕がじゃあもう支払いも済まして、今日はもうそろそろ帰りますよと、浅戸さん本当に今日ね、素晴らしい話をありがとうございましたってね、なかなか来ることもありませんけど、また、ここで会えることがあったら、どっかで会えることがいいですねって言ったらですね、もうなんかね、その浅戸さんが動かなくなっちゃったんですよ。でそれでママさんがですね、ほら浅戸さんって坂田さんがもう行くってよ、ほら、なんか言わないの、ね、なんか言わないのいいんですけどもね、なんか全然カチカチになって動けなかったんですよ、ね、なんか言いなさいよって、ね、それで、
それでまあ、ついでなんですけどね、まあ、あと、まあ、あとですね、ママさんがね、明日どこ行くのって言うんでね、いや、明日は長崎行くんだよって、長崎行く予定になってましたね、長崎でまた取材があるので、長崎行くんだって言ったらね、そしたらそこのママさんがね、長崎でね、私の男が居酒屋を経営してるとですよ、言うんですよ。本当ですかって言うとですね、まあ、結果論とすると、翌日、長崎のそのお店にも行くんですけども、それはまた後の話ですね。ともかく、もう別れということになりましてですね、じゃあ、そろそろ帰りますって言ったらね、そしたら、ママさん、本当にいいの？いや、佐藤さん、坂田さんがいなくなるんだよ、帰るんだよって言って、そしたら、佐藤さんがね、なんかね、なんか、こう、紙切れとペンを、こう、なんかね、なんかどっか取り出したんですね。ママさんにもらったかどうかわかりませんけども、その紙に何かを書いたんです。何かサラサラと何かを書いて、折って私に起こしました。これが、未だにもずっとね、もう二十何年持っている、その時の紙切れなんですね。これが。で、その紙切れをですね、まあ、持ちまして、私はですね、まあ、ホテルへ帰ってですね、それで、まあ、後で、開けました。で、開けてですね、読んでですね、実はその紙です。ずっと持ってて、実はね、こういう風な感じの文字を書いてるんですね。で、読めない、なんかね、ともかく、覚えてるんですけども、ともかくね、もう言葉が出なくなって、手が震えて、なんかもう酔っ払ってるのもあるんでしょうけども、書けなくなっちゃったんですよね。それで、まあ、ともかくですね、なんかこう、読み解いてみると、ともかくここわかりますよね、坂田くん。で、ここはね、人の定めは、ここ読めないんですよ。人の定めは、人間とは、なのだ。まるまなんとかなのだ。かな。で、次が、僕は初めて会ったトットに、おそらく僕は初めて、会ったのに、君はっていうので、ここから書けなくなったんでしょうね。書けなくなりました。そういうようなですね、手紙をもらってですね、その時の小倉の思いですね、小倉で喋ったことを、なぜかこう小倉でですね、小倉の、そうですね、今はない映画館の古いビルですね、ちょっとやっぱりアンティークな店でしたね。そこに行って沖縄の人と会って、それで、なんかいろいろと北と南のですね話をしてですね、なんかその時その後ですね、なんかやっぱりこう未だにですね、その時の思いというものがですねなんか伝わってくる気がしますね。読めないんですけどもね、この後、初めて会ったのに君は何を書こうとしたのか。でも思いってわかる気がしますよね。なんかね。だから思い、だからこれはきっと言葉がですね、言葉を超えるときで、これは文字に書くことを超えちゃった部分があるんでしょうね。そんな気がします。はい。意味より重いっていうですね。で、なおかつ言うと、北と南、全然違う人がですね、あるところで、ね、小倉というところで青森と、沖縄の人があってですね、その時に出てきた手紙はこれですね。これはなんかね、きっと文字というよりは何か心の響きという気がして、時々、ファイルから取り出してですね、その響きを味わったりしています。はい、今日はですね、小倉の酒場で沖縄と青森の鉛と響きということでですね、お話しさせていただきました。あなたのね、中にもなんか響きがあるんじゃないでしょうか。
なんか言葉を超えるね、絵を超えて、言葉を超えてずっと持っていたい、それがですね、私の宝物ですね、宝物としてのなんか響きのある手紙でした。どうもありがとうございました。